スマートフォン、アンドロイド端末用のアプリ。今回ご紹介しますのはこちら。オタクカメラです。iPhone ではね、漫画カメラという名前で、結構人気のあるアプリですけれど、Android 版では、オタクカメラというのがございます。これ真ん中の赤いボタンが、カメラ。ね、撮影した写真をそのまま、使うことができるんですけれど、例えばこれで撮影します。ドーンと。でこうなるんで、保存というところをタップします。はい、そしてこの、どれを使うかというテンプレートがあるんですけれど、まあ、とりあえず何か使いましょう。はい、でこの、ハサミのボタンをタップします。そうするとこのように、ね、あまり楽しくないんですけれど、撮った写真をそのまま、ね、漫画風にしてくれるんですけれど、これはですね、戻りましょうか。戻ります。これ、グリーンのボタンがあるんですけれど、このボタンを押すと、ギャラリーの撮った写真、過去の写真をね、そのまんま使うことができるんで、ギャラリーから、どれ選ぼうかな。ここにありました。写真を選んでみましょう。ちょっと変な顔のやつを選んで。はい、これで、どれにしようかな。まあ、何か使ってみましょう。はい、でこれで写真でこんな風にして、ボタンを押します。はい、でこのような、変な顔の、漫画風の写真ができました。ここでね、濃淡、このレバーで、濃淡をね選ぶことができるし、ここでもねちょっと明るさとか変更することができます。はい、でこの写真をタップします。そうするとこれは、Facebook、Twitter に送ることができますし、また写真として画像として、保存することもできますんで、今回はセーブで保存をしたいと思います。そして、セレクトってボタンを押せば、セーブド保存されましたということです。ちょっとね、面白い、漫画風の写真になりました。結構ね、テンプレートもかなりいっぱいありますんで、使えることはできるのかなと。これドーンということで、ダーンというのはね、こんな感じにも、なりますんで、結構楽しい漫画風の写真ができるのかなというふうに思います。はい、今回は、オタクカメラという、アプリをご紹介しました。興味のある方は、試してみてください。それじゃ失礼します。